お盆でございます。佐渡伊藤酒店晩酌1号1へ今日はどぶろくをやっております。今夜も佐渡島からお送りしておるわけですが、はい、このどぶろくの、なんて言うんだろう、いろんな効果を、この前の日曜日朝所さんの番組でやっとったわけですが、はい、2つ目の効果というのが、なんか美肌だそうです。肌がきれいになる、キメが、肌のキメが細かくなるという、そういうことを言うとおりまして、1つ目、油を体内に何つか吸収せんような、逆にこれが、この白い部分が食べた油を吸収して出していく。2つ目、美肌効果があるそうです。肌がき、あのキメが細かくなるということで、どちらも持っとるのがこのどぶろくだそうです。飲みます。1日1合程度飲めば十分取れるっていう話ですが、週に2日休んでも3日休んでもその辺は大丈夫だと言っておりました。で、この甘酸っぱい味っていうのが、この蔵のこの昔ながらのどぶろくっていうのが特徴でありまして、酒造りにおいてのその酒母の段階をそのまま瓶詰めしとるわけでして、普通の酒になってしまうと、この甘酸っぱいさはねなっていきます。甘みはまああるっちゃある出せるっちゃ出せるんですけど、この酸っぱいのはこの甘元という、普通に酒造りで、仕込んで絞ってないどぶろくにはないです。こっちのどぶろくは、どっちかというとキリッと辛口、濁っておるんで、白い部分はあるんですけど、キリッと辛口、このどぶろくを飲めない人は、酒アルコールが苦手な人はどうするかっていうことで、アルコールが苦手なんだけど、その吸収、油の吸収を避けたいと、だから美肌効果を試したいっていう人はどうするかっていうと、これを、これはまあ本当に熱処理をしてある酒なもんで、あのどぶろくなもんですから、商品なもんで、発泡性はないんです。で、これをそのままこう料理にドボドボドボっと入れて、アルコールを飛ばして、例えば番組でやってたのは豚汁の中に最初から入れて、野菜とか肉を煮込んでアルコールを飛ばして、そして白いもろみの部分を体に入れると、おつゆと一緒に体に入れればそれで OK だという話で、こうなればもう酒、あのアルコールを苦手な人でも、このどぶろくのそのもろみは取れますし、アルコールが大丈夫な人は、まあ一日一杯で我慢せんければならんと我慢してもらいたいですが、ずっと毎日飲み続ける必要もなく、1週間に1遍ずつぐらい飲んどってもいいようなことも言うとおりましたね。このどぶろくっていう、酒は意外とこれからなんか重宝されそうなアルコール飲料になりそうです。これ佐渡相川関の佐渡発酵が作っております。これは、佐渡のどぶろく甘元ってやつです。これがなんとアルコール度数は 7% のアルコールで、一応熱処理はしてあるんですけども、あのちょっと炭酸がまだ残っとるという、半生でこうシュワシュワしております。このあたりは、ぜひおすすめです。 7% だから、まあちょっとビールよりちょっと高いぐらいか、まあ普通、まあ、ビールでも7度ぐらいなのあるだろうからということで、甘酸っぱいどぶろくと、普通の酒になるように作って、それを絞ってないこっちキリッと辛口のどぶろく、2種類を試してみてはどうでしょうか。体にいいこのもろみの部分、白い濁っとる部分はやっぱり体にいいわけだ。昔からあるもんちゃ、それなりの
理由があるということがよう分かりました。ということで佐渡伊藤酒店晩酌一期一会、あとは飲むだけです。はい、以上です。